野田岩は東京都港区東麻布にある老舗うなぎ料理店。初代岩次郎が麻布田島町にあった当時の有名うなぎツ狐うなぎで修行し、完成年間現在地のイ倉四丁目に独立して野田屋を立ち上げた。周辺の武家寺を証券として仕出しを行い、また赤羽橋を隔てて赤羽にあった水天宮の参拝客でも賑わった。 1.2代目と店の繁栄を続け、明治9年、東都食通番付では3番目に列せられる。しかしながら、明治4年水天宮は赤坂に移転して、賑わいも薄れ、3代目が奉納気味だったことで、やや衰退した。4代目、金本勝次郎は、職人気質で、昭和20年の東京大空襲での被害、戦後の混乱を乗り越えの連を守った。 昭和32年、長男健次郎が五代目を継いだ。戦後天然うなぎの入手が困難になり、店をたびたび閉めざるを得なくなったため、養殖うなぎの導入を決断した。さらに下北沢、銀座や百貨店に進出して多店舗展開を進め、真空パックによる市販、ワインやキャビアとの食べ合わせを進めるなど、新しい試みを次々と打ち出した。 80歳を過ぎた現在でも、現役で調理場に立ち、平成19年厚生労働省より、現代の名校に認定され、平成25年には NHK プロフェッショナル仕事の流儀に取り上げられるなど、メディアへの露出が増えた。6代目は、子の昇るが継ぐ予定である。6代目、小野駅久五郎がひいきとしていて、親父が4代、せがれが5代、尾野が6代目と語っていた。 池波翔太郎、銀座日記にはたびたび、日本橋高島屋店を訪れる場面が登場する。昭和天皇にも納入しており、宮内庁とも親しく、秋人新郎の結婚会見前夜には、小泉新造等が記者から逃れて2階に隠れたという。直接の視点の他にも、親族創業の野田岩を名乗る店舗がいくつか存在する。かば野田岩若正直が、 美術品作る読売新聞昭和36年7月22日夕刊。ありがとうございます。